そうだな。いい加減邪魔なんだよ、小僧が。シュラカディクソン、何をする。あんた自分が何をやってるか分かってんのか。ギャーギャーとうっせえな、ガキどもが。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ、あなたは。貴様はそうよ、思い出したか。久しいな、ほんと久しすぎるぜな。斬左の使徒か。斬左の使徒、どういうことだエギル。デクソン、お前は。説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。さあ、寮のマナコに焼き付けな。斬左様復活の瞬間をな。シルク、シルクから離れて。ダメ。さあ、せんぞザンザー。兄様、シュルク、なんだあいつは。ザンザ、驚くことはない。世界の全ては因果の流れによって律せられている。そこに存在する全てのもの同士、相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然、起こるべくして起きたことなのだよ。我がシュルクのうちに宿った時から。どういうこと。ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターのシソラによって封じられた。肉体は監獄島の檻に、そしてその魂はモナドと共にオセノ島に。あの遺跡にか。だがそれがなぜシュルクに。忘れたのかよ。あの遺跡を発見したのは誰だ。その時に誰がいた。そして生き残りは誰だ。誰がその生き残りを連れ帰った。まさかディクソン、お前はその時からシュルクを。おうよ、全ては今日この日のため。もっともシュルクなんてやつは最初からいなかったがな。何。我の魂はモナドのうちにあった。解放されることの因果律、ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れ、そしてモナドを見つけ解放した連中は目覚めたザンザ様に命を吸われくたばったってわけさ。そのシュルクも含めてな。シュルクもその時死んだってのか。バカ言うな。シュルクは俺たちと抜け殻だよ。ただの我がシュルクの命となっていたに過ぎない。誠の目覚め、我がモナドをフルーに値する新たな器が成熟するまでの間。巨神の魂であるザンザ様といえど、活動のためには肉体が必要なのさ。そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。何故シルクなのだ。何故貴様の器がシルクでなければならなかった。特に理由はない。我の目の前にシュルクがいたに過ぎない。要するにだ、誰でもよかったのさ。モナドさえ振ることができりゃな。ならばシュルクがモナドを使えたのは、ビジョンで私たちの窮地を救ってくれたのはザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。コロニーナインが壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、ガドとかいう雑兵がのたれ死んだのも全てさ。そしてこれから起こることもな。何をするつもりだ、ディクソン。だからさ、邪魔なんだよ、お前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である鬼神メイナス、貴様からだ。巨神が、動き出したもん。待っていた。この時を待っていたぞ、ザンザー。兄様、やめて、その体では。構わんさ、この体口を。せめてザンザだけは。ザンザある限り、我々にも巨神界の者たちにも平穏は訪れん。ならば朽ち果てるがいい。我が剣の前に。あれはモナド。その言葉そのまま返してやるわ。何？貴様、エギルはシュルクと分かり合えたんだぞ。くだらん干渉だな。ザンザーライン、行くぞ。ああ、よくもシュルクを。全ての命は我より発生したもの、故に我のために生き、そして帰れ。貴様のモナド、ついに解放したか。すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしてもその目を摘み取る権利などない。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ザンザ、あなたがこの世界に存在するあなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう。彼らのために。そうよ、みんなの未来消させはしない。